被災者の生活復旧が急がれる中、県は土石流が流れた藍染川流域の復旧・復興に向けた特別チームを発足させました。復旧・復興チー,ムやチームは川や道路の整備を管轄する県交通基盤部の職員を中心におよそ30人で構成されていて、上流部や下流部、それに伊豆山港など各担当に分かれ、 今後の復旧工事の方針について捜索活動と並行した丁寧な土砂の撤去や作業用の仮設道路の設置将来的な本格復旧など段階的に取り組むことを確認しました。